Over 95% of my viewers isn't my subscribers. If you like what I do, you like my work, and you like my videos, leave a like, subscribe, and write a comment down below. Thanks a lot, and hope you enjoy the video.敵は人海戦術で来てるわけか。うっとうしい。こんなの冗談じゃねえぞ。ああ、それにこんな風に付きまとわれてちゃ沙織さんたちと合流できないな。巻き込むわけにいかないし。そうだな、ならこっちから RK に出向くか。ん？ほら、阿久津もリーダーの相馬も全く知らねえわけじゃねえ。 RK のメンバーに手引かせるようなしつけりゃいい。そこらの雑魚いくら相手にしたってキリがねえんだからよ。こっちから出向くってカイトさんどっか当てあんの？やつらが馴染みにしてたクラブがあったはずだ。劇場前広場の裏手。最近は RK 以外の半グレも社交場にしてるらしい。まずはそこに行ってみようじゃねえか。お、行くか。よっ。タワー、はえよ。いい加減にしろよ。信じらんない。行くぞ。しばらく寝とけっての。お、行くか。タボー、ここだぜ。半グレのたまり場になってるクラブだ。ああ。でも奥は真っ暗。何の店かもわかんないよ。こんなとこ普通の客とか絶対入んなくない？ここが仇の世界にぽっかり開いたグレーゾーンへの入り口だ。行こうぜ。
アクスたちがいりゃ話も早いんだがね。おい、なんだよお前ら。誰の紹介だ。招待されてきたわけじゃねえ。阿久津か相馬はいるか。俺らは八神探偵事務所だ。探偵？ここはクラブでしょ。入ってもいい？来ると思ってたよ、八神探偵事務所。ふん、お前か。ずっと遠くから見てるだけだと思ってた。奥で阿久津さんがカイトを一人となら会うと言ってる。え？搭乗会が消えた後、あそこ抜けたヤクザたちは今うちにガンガン集まってきてんだぜ。なんでかわかるか？知るかよ。ただのチンピラがうちに入ってきても F ランクスタートだ。でも搭乗会の元極道は最初から組織の中で B ランク待遇だからな。そこあんたなら A ランクで迎えるとさ、カイトさん。チンピラの猿山の中じゃ当然だろうな。だがひとまず俺は話せるやつと相手だけだ。さっさと阿久津んとこに案内しろや。大したもんだな、肝が座ってる。阿久津さんに見込まれるわけだ。俺は店に入れてもらえないの？てめえはここで殺されねえだけありがたく思え。釣れないな。カイトさん一人だけ奥にご案内か。心配すんな、タボ。すぐに済むって。アクスときっちり肩をつけてくる。そういうことだ。入りな。すぐに戻ってくんだろ。なら俺はここで待たせてもらうよ。勝手にしろ。ち、目障りだな。まあな。そんなこと言わずに仲良くやろうよ。なあ、あのさ、ちょっとトイレ行きたいんだけど、店の中の借りてもいいかな？ダメに決まってんだろ。行きたきゃよそに行ってこい。この奥は紹介がなきゃ入れねえんだよ。あんたも RK のメンバー？なんか景気がいいみたいだね。ああどんどん人が入ってきてる。今神室町で稼ぐんなら RK に乗らねえ手はねえ。いい女も寄ってくる。へえ、ここでぼんやりスマホ見てるだけでも楽でいいね。うるせえよ。それとも本当に稼げる美味しい仕事は回ってこないのかな。そういうのは A ランクのメンバーで占められちゃう。あんたは見たところやっぱ F ランク。あ、なんだとこら。あれ、怒っちゃった。ごめんごめん、傷つけちゃったね。なめんなよこの野郎。悪いな、俺も相棒連れてかれてカリカリしてんだよ。よし、行くか。
なんだ。さっきの神話をどこに連れて行かれたんだ？ああ、何でも阿久津さんがお呼びらしい。マジかよ。じゃあ、VIP ルームに通されたってことか？そうらしいな。チッ、俺もあそこには入ったことねえのに。あの神話を何者なんだ？
ちょっとだけ寝ててくれ。一つ聞いていいっすか？バックヤードにある金庫って何が入ってるんすかね？いや、中身も開け方も知らねえな。ただ、Cランク以上のメンバーになれば暗証番号を教えてもらえるらしいぜ。へえ、そうなんすね。あ、俺暗証番号知ってるかもしんないっす。どういうことだよ。 B ランクの人が電話で話してるのをたまたま聞いちゃったんすよ。金庫は RK を数で表した番号で開けられるって。 RK を数で表す？メンバーの数ってことか。さあ、自分にはさっぱり。あと R は18だとか言ってましたね。 R が18。ダメだ、全然わからねえ。おい、あんた！何かご用でしょうか？ふざけたこと言ってんじゃねえ！さっき酒持ってきてくれって頼んだじゃねえか。え？酒ですか？なんだ、忘れちまったのか？俺のボトルだよ、ボトル。いえ、すぐにお持ちします。ちょっと待て。待つ時間が惜しい。やっぱボトルはいいや。そこでカクテルでも作ってくれ。かしこまりました。
肉だったな、阿久津。俺はお前の下につくほど安かねえんだよ。別にわざわざ探偵辞める必要もねえんだよ、海藤さん。ただ必要な時に必要なだけ RK に協力してほしいってだけだ。笑わせんね。それが十分鬱陶しいっつってんだ。いつまでもカッコつけてんなよ。こっちも部下の目があんだ。こんな袖にされたんじゃ顔が立たねえ。顔だのメンツだの結局ヤクザじゃねえか。登場会の後釜にでもなろうってのか。お前と相馬で仲間なら他にもいる。極道崩れとチンピラのガキでもだろ。そんな寄せ集めで何ができんだ。だからあんたを誘ってんじゃねえか。寄せ集めを鍛えてやってくれよ。睨みの効く心強い仲間が欲しいんだよ。クズどものお目付け役をやれってか。興味ねえ。カムロ町の裏社会はまだまだ金になる。そこにもう登場界の極道はいねえ。俺らだけでいくらでも食い荒らすことができんだ。でたっぷり稼いだらその後は仇に戻って悠々自適よ。仇に戻ってだと。おうよ。何か自分の好きな店持つとか、初恋だった女と初対持つってのもどうだ。極道にはできなかったことだ。だったら俺へのこの勧誘は何だ。一度裏の世界に足突っ込んだ奴はそのしがらみから逃げらんねえ。俺を世間知らずのガキどもと一緒にすんな。どうやら話の種も尽きてきたみてえじゃねえか。お前らがどんな組織立ち上げようか俺は知らねえ。だがこれ以上つきまとってくるようなら遠慮なく叩き潰す。もう俺らに構うな。俺らねえ、もしかして相棒に遠慮でもしてんのか。なんだったら八神も入れてやるさ。もう構うなっつってんだぜ。そりゃお前の態度次第だろ。仲間にならねえ奴は敵とみなす。バカと組む気はねえ。そうかよ。おい、みんなここに集めろ。ええ。おい、全員こっちに。来ちゃったよ。こんなことになるんじゃないかと思ったからさ。てめえ。俺はお前がここに来ることまでお見通しだったぜ。かかってこないならもう行かせてもらうけど。行かせるわけねえだろ。ああ、素人がそんなもん簡単に出しちゃって知らない？お前らこそ何にも分かっちゃいねえ。もうこの町は俺らのもんなんだよ。誰がお前らの町だって。バカ言ってんじゃねえ。まだ俺の許しが出てねえだろ。Yeah!
何ちんたらやってんだ。はい、そうそう、あやっちまおうぜ。ここからでも来な。頭数揃えたってこのざまじゃな。何か言いたいこともあるか、阿久津。あんたらのスタンスは理解したよ。ならもう俺らにつきまとうな。ああ、いいよ。分かった分かった。それでいい。な、阿久津。なんでここに？いつからいた？来たのは今。ああ。こりゃむちゃくちゃだ。あいつが相馬だぜ。 RK のリーダー。ああ、だと思った。お前、分かった分かったってなんだよ。何にも状況分かってねえだろうが。海藤さんに勧誘断れたんだろ。で、そちらは八神探偵事務所の所長さん。何年か前までは弁護士、今は海藤さんの相棒だ。現場は俺に任せるんだったろう。お前は簡単に出てくんな。それだとお前に好き勝手されちゃうじゃん。たまには俺も顔見せて締めなきゃ。風邪かい？誇りっぽいとこうなるんだ。組にいた頃はよくこれで親父たちに殴られた。汚ねえ音出すんじゃねえって。で、
噛まずにほっとくと今度は鼻垂らすなって殴られんだろ。ああそうそう、やっぱりあんたとは一緒にやりたかったな、海藤さん。あんたもだよ、八神さん。いつかあんたらに入っとけばよかったと思われるように RK をでかくする。見返してやる。だけど当面そっちにはお構いしない。これでいいか。話が早くていい。マジで言ってんだぞ。リーダーってのはそうでなきゃな。まだ何か。今日は街であの写真の男は探してないの？ほら、手下たちに探させてたやつ。ガールズバーのマネージャーだっけ？何年か前にカムロ町から消えたって。あいつのことはもういいのか？ああ、どうやらもう死んでるらしいってとこまで分かった。殺されたんだな。最初からカムロ町で急に姿消えたってやつだし、別に驚きもしないよ。どうも。少しだけ気になってたんだ。お役に立てたようで何よりだ。